夏休みはやっぱり短い。やりたいことが目の前にありすぎて、今日までまだ誰も知らない。眩しい時を僕が君に見せてあげる。規則正しい朝も君とならラジオ体操、ベランダで二重跳び、山や海や河原でバーベキュー。目標君は玉ねぎを好きになる。下駄を揃えたり、線香花火したり、一秒一秒が命がけ。夏休みは計画立てよう。人がたくさん集まるところやめよう。オリジナルでカセット作って二人で目指そう。まばたきもできない場所。本を読んであらすじを聞かせて、だけど夜は十時には夢を見る。髪を伸ばし君が結んでくれる。僕は口でプール膨らませる。ダブルの虹が水着の後を一秒一秒で焦がしてく。夏休みは絶対短い。100年前も100年先も同じ宿題だね。本当の空の透き通る青、君の隣で見ること。工事の音はうるさいですね。誰も知らない場所、誰も知らない夢、近くにあるそう教えてくれた。全国59位。夏休みはやっぱり短い。やりたいことが目の前にありすぎて、今日までまだ誰も知らない。眩しい時を僕が君に見せてあげる。計画立てよう。人がたくさん集まるところやめよう。オリジナルでカセット作って二人で目指そう。瞬きもできない場所。来ましたよ、全国53位。これがちょっと私も結果にびっくりしておりますよ。52分。